はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、ベスラ要塞の攻略ですね。前回の続きからやっていきたいと思います。まずはちょっとアビリティの方を確認していきます。暗黒騎士、現在 JP が870溜まってるんですけれども、ブラッドウェポン500、まあ、これはねヒットポイント吸収なんで、まあいらないと。でダークウェポンもマジックパワー吸収なんでいらないと。でそうすると下の2つ、イービルブレード、まあこれがヒットポイントを犠牲にして、攻撃をしますと近くにいるユニットほど大ダメージ、で射程は3なので自分を中心に3マスかな。で、高さも一応2までは大丈夫ということと、でイービルデッドになると、範囲内のユニット全てに大ダメージということで、垂直がね1つ増えてるのと、あとスローがつくようになってますけれども、あれちょっと待って、射程が自分中心だな。あれさっきなんだっけ、拡散さんってなんだわかんねえあれちょっとわかんねえ。近くにいるユニット選んで拡散するってこと？イービルデッドの方がこれ確実に自分中心だね。自分を中心にして3マス3マスっていう感じ。なんだろう、わかんねえちょっとわかんない、拡散の射程がちょっとわかんないんですけれども、まあJP が870あるんで1200まで一気に溜まったらイービルデッド覚えて、例えば1000ちょっと溜まったとすればイービルブレード覚えてからイービルデッドを、後で覚えるというような流れでやっていきたいと思います。とあと前回ですね、サークレット壊されたんで、まあサークレット一つ装備しましょう。まだ予備は一つあります。手に入れたからね。じゃあベスラ要塞、まこのままやっていきましょう。ベスラ要塞水門前、うわいっぱいいるな。そうか、この水門だ。この水門を分けて湖の水を下流に放出すれば水浸しになって戦いどころじゃなくなるぞ。何そういう作りなの。ベスラ要塞の水門を開けよ。どうやって開けんのこれ。なんかあの兵士が立ってるところになんかスイッチがありそうだね。水門を開けるにはどうすれば。そうか、あの水門の両端にあるレバーを引けばいいんだ。レバーは2箇所あるようだけれども、まずは敵にやられないように近づかなきゃ。いや近づく前に敵をまず始末した方が多分早いよ今の状況だと。でないと横取れるね。高さが5と7だからこれは大丈夫でしょさすがに。60%か、どうなんだろうな。ウェポンバッシュは285、ウェポンバッシュ2回やれば絶対倒せる。ただ戦うだとうまくいけば2回当たって1ターンで倒せる。最悪2回とも外れるからね。確実性を取るんだったらウェポンバッシュ2回だな。ちょっと 100% でいこう。まあうまくいけばね、ストップになるけど、ストップになるけど今までウェポンバッシュで1回もストップさせたことないんだよね。あストップした、よし。であいつがいるところは多分来れないからこっちに。うん、なんか回復かこれは。自分もターゲッティングされてなかったよね今。うん、来れない来れない。じゃあまたウェポンバッシュ使ってあのナイトを倒します。次はこいつらマジで最近よく詰まるね。チャージ3、77、チャージ3でも77だからな。やっぱりもう弓使いは全然脅威ではない。ケアルガ、ケアルガってどれくらい回復する。こいつらそもそもフェイスが低そうだからね。230めっちゃ回復してるわ。214、ウェポンバッシュ倒せる285、あ倒せるわ。無駄だったな。ちょっと両手持ちのウェポンバッシュ試したいね今。二刀流になってるからね。ストップ
で、これこの向きだったら後ろはもう取られないでしょう。だとこの黒魔導士が、おい待て、レイズ、あレイズどっちだ、いやあの黒魔導士めちゃくちゃ厄介だな。白魔法覚えてるってことは195 通えんだけど、これでも次後ろ取れる、ヴィンセント、この黒魔導士も。ただゲこれ、あ大丈夫、あなんだ投石か、投石とかもう今さらだよね、石投げられたところでさ何の痛みも感じない。通常時だと56か、あの上の黒魔導士ほんと厄介だな。レイズか、あれこれアレイズってあったっけ、レイズの回復量も結構あったよね、150いくつとかだったから159か、呼び返りやがった、くそ、うわ移動できる場所がない。じゃあ倒せるんだったらウェポンバッシュで、でもさこれ永遠のさやり取りじゃん、125あるんだよまだ、でも動けないんだからしょうがないよね、倒そう、ウェポンバッシュ、いやめんどくさそう、こここいつかわいそうだな、蘇っては死んで俺の JP 稼ぎになるだけだな。弓使いにしては強いけど、ただそれでもオートポーションの回復量は上回らないんで、あとこの黒魔導士がどれだけまだ射程には入んないか、ん？なんだ？あ、そうかそうか、またレイズか、 100% っていうところが、ゲッ！っていうかさ、こいつの攻撃でダメージ減らされていくんじゃないかと思ったけど、弓使いから攻撃を食らってるから結局全開するんだ。いやもう入れ替わり立ち替わりさ、この横に入ってくんだけどゲッ、アイスブランドか、追加攻撃が入ってしまった、37、まあ、大したダメージではない。最初の位置取りが悪かったか、むしろ。よしいける、これもう横取って黒魔導士ぶっ倒す、364、とは厄介すぎだろう。で弓使いは残しておく、なぜかというと回復できる、回復できねえし、回復してくんなかった。こいつもあフェニックスの、なんなのこのめんどくさいやつらは。また出たブレイク、最悪なんだけど、このヒットポイントが減ってる状態からブレイクされても、最大ヒットポイントは減ったけど今の現状のヒットポイントは減んなかったね。サークレットってでも100なんだよね上昇量が。これ後ろから行こう、あの瀕死のやつはほっとこう。よし後ろから行けば、まあ、100%、まあ、これは鉄板だね。でこっから下に降りつつあの黒魔導士を倒す、もう今さらポーションだからこいつはもう逃げ回るな。まあ廃兵同然のやつをミスミス追いかけるのもなんだから、元気な黒魔導士から倒したい。道を塞がれたな、156、こいつ強いマジで。クリティカルとかもし出されたら一発で死ぬんじゃないか、狙ってこないな。一応近づいてきてのポーションか、徐々に回復してきた、瀕死が治ったな、いけるか、全然いけねえやん、このナイトが邪魔なんだな。307、横からでいけ、一発、二発、あブリザード、これで倒してくれればマジで嬉しい。ガードかよ、ギルガメの心って、これね金をパクんの、
ゲットしたって書いてあるけどさ、俺からパクったわけじゃないよね別に。まあ240円くらい、はした金だけどね。もはやこいつまだ元気なナイトだな。みんなチャージしだしてる。バレンタインポーション、あ、こいつに使ってあげたのか。やっぱり範囲攻撃欲しいな。これで先行爆裂波みたいなのあるかは、1列全員いけると思うんだけど、いや弓使いはやっぱり残しておく。こいつらは鉄板でダメージ食らわないからね。あの一番後ろの車同士だよな。イービルじゃなくてウェポンバッシュ。ダメだ、届かねえ。こいつ倒そう。 100% で倒せるんで、攻撃するよりは確実で。この位置だとフェニックスの使えるんだっけ、あの下に降りて。高さがありすぎると使えないはずなんだけど、こいつね、いや言ってんな。あ、さっきここで使ったんだっけ。フェニックスの何個持ってんのこれ、個数とかあんのかな、敵の持ってる個数。まあ、死のさ危険性はないけど、殲滅がめんどくさいね。攻撃はしてこないか、ポーションか。でどうせまた後ろのやつが入れ替わってさ、俺の前に立ちはだかるんでしょ。違った、後ろのやつが来た。こいつもでも瀕死は瀕死だからな。ちょっと狭いんだよね、だからここ高低差があるとちょっと降りれないから、本当はねそのまま高低差無視してポッて下に降りて、あの車同士ぶっ倒しに行きたいんだけど、ちょっとそういう感じの移動力じゃないんで今。じゃあいいや、こっちから先に倒そう。もうあそこはちょっと停滞しすぎてる。例によって数を減らしていこう。ポーションで左から降りていけば、まあそれなりでしょう。いて全然ダメージ食らわねえし。だここでもうちょっとね自分のスピードが速ければターン回ってくるの速くなるんで、敵がいっぱいいる時が一番厄介だよね。全員行動し終わらないとさ、俺の番来ないからね。なんだか分かんないけど、いいよ。出た、投石マン。いや、でもこの距離だったら車同士登ってきて、かつフェニックスのも使えないんじゃないか。1、2、3。ここから行こう、ウェポンバッシュ。よし、まずこいつを倒す。こいつは奥だからね。車同士の行動力では絶対ここまで来れないから。でこいつまだ元気なんだよな、強えし。しかもシンタバチか、追加攻撃食らって、こんなに食らうのか。ここまで来て、でね今回ねちょっと二刀流やめて両手持ちにしてみました。これでねここ行くとさ、なんか詰まるからさ引きたくないんだよね。正面からウェポンバッシュ狙うか。待ってね、正面か41番、ただ一発で殺せるね。ウェポンバッシュは280買わねえや。だ二刀流しても両手持ちしても特にアビリティの強さは変わらないということですね。
で、さっきやっぱりね、ブレイクされたのが痛かったよね。最大ヒットポイントが一気に100減ったからな。だからサークレットブレイクされてなければ、多分耐えられたと思うんで。ポーションか。で、後ろに逃げていったけど、どうしようかな。左の車同士から倒そうかな。一旦下におびき寄せた方が良さそうだね、ここは。ちょっとめんどくさいことになってる。みんな詰まって。げっ、なんだこいつ。ボウガン装備したしてんだけど。イカれてんな。絶対剣の方が強いでしょう。遠距離の攻撃のやつが一人増えたけどさ、大した脅威ではない。むしろ弱体化してるし。アイアンサンドとかどういう名前なんだこいつら。217とかマジかよ。こいつ巻き込む、巻き込めっかな、この位置で。いや、ちょっとここにいよう。で、ウェポンバッシュは届かないからこいつで巻き込めれば倒せるはず。ストップ。絶対あいつはもう動かない。ブレイク、ブレイク使ってくんのかな。こういう時にね、まとめて攻撃できるものがあると便利なんだろうけど。召喚魔法とかね、ほんと一人だった時使い勝手は良さそう。なんなのこいつマジで。ファイガ当たる、あいつに当たるっぽくね、色的に。当たってる。死んだ。かわいそうに。ただ俺もめちゃくちゃダメージ食らってるし。あの車同士やっぱり厄介だ。早々に始末したい。ただこれでプラスっていうか全回復したか。7250くらいだよね多分出たの。うん、よし。で、黒魔導士いける、倒そう。なんだかんだでやっぱり魔導士系厄介だよな。だってなんか瀕死のやついたよね、一人。後ろの黒魔導士はまあここら辺で戦ってるうちに徐々に近づいてくるでしょう。チャージ2で120か、それなりに食らうな。うまく間を縫ってくる。あ、こいつだ。瀕死になってるやつ向かってくるか。そしたらウェポンバッシュで、この体力量だったら141は余裕だな。逃げるか来るか。来た、バカなやつだこいつ。自動級だっけ。あぶねえ。ブレイクしてくるんだったら先こいつ倒したいよな。弓のブレイクは結構ずるいよね、遠距離だから。まあただ数を減らそう、もうめんどくせえから。で、弓使いは普通に攻撃した方が強い。やっぱナイトだね。回避率が高いやつにはアビリティ使った方がいい。で、回避率が低いやつは普通に攻撃した方がいい。狙われてるし。うわ、出た。うわー、追加よ。こいつ強い。さっきもいたけど42。なんなのこの魔法のさ乱数は。どっか行け。で、弓使いは絶対近づいてこないから、ファイラ。これ全
然余裕でもなかった。131も食らうのかよ。まあ一応プラスにはなってるけど。110。あとこっから見て左下のナイトだな。やっぱりブレイクしてくるから後ろ取れれば後ろ取りたいんだよな。ただこいつ下がるよね。後ろ取れっかな。後ろ取れれば 100% になるから両手持ちで絶対一発なはず。なんであいつ後ろ向き出したの。意味不明。え、攻撃できんの。こっから攻撃されないからってこと。されんじゃん。なんなんだこいつ。超イカれてんだけど。背を向け出したんだけど。まだね、232。これファイガだな多分。近づいてきてるね。いや何この追加。え大丈夫か魔法食らって。弓兵くん攻撃してくれ俺を。マジで頼むよ。300か。大丈夫だな。これで50プラスでしょ。でこの距離だったら、あれ魔法ってどれくらい高さ来るんだっけ。っていうか巻き込みたい本当に。これは車同士巻き込めねえかな。巻き込めないか。高さ1だったら絶対巻き込めるんで、ウェポンバッシュ。肉弾骨弾持ってんじゃんこいつ。っていうかさ、ユニットになってた。出た。やべこれやべ。肉弾骨弾発動すんのかよ。ファイじゃん。いや死んだマジで。いやベスラ要塞むずい、むずいっていうか肉弾骨弾攻撃しなければアビリティだったら発動しないと思ってたけど、仲間もろともこいつは。マジか。ちょっと戦法変えよう。あの下におびき寄せる敵を。まずはこの真ん中の方に行って左の車同士をぶっ倒しに行く。でその間に右のやつらが降りてくるから、まず叫ぶでブレイブを確実に100にする。降りてきたやつらを倒していく。ちょっと上とか狭すぎる。でこれで攻撃力も上がったしスピードも上がったし、だったらこの車同士が一応狙ってはくんのか。で弓兵は多分上から狙ってくるでしょ。ただもうオートポーションは絶対発動するんでそこは心配ない。だったらこのナイトたちだな。こいつらが下に降りてきた時に広いところで戦って倒していく。このナイトも降りてきたところだね。こいつなんだ。たまになんか謎の行動を取り出すよな。また後ろ向いてるし。はい。あ、なぜケチってるんだこいつは。117かよ。それでもファイヤーとファイラー、ファイガー、ファイジャーまであんまり幅がないね。あでもファイジャーになれば200食らうから倍近くにはなんのか。サンダガか。いって176。でいけるね。5と7、高さは2だからこれは攻撃して倒そう。82%なの。まあいいや。520
狙ってくるね。176か、先に動ければ巻き込みたいな。やっぱりクロマ同士が今のところかなり厄介だね。オートポーションで回復。本来だったらでもさ、ここ水門を開けるっていうミッションだよね。これだけ敵いるし。でも水門を開けるだけのさ、こっちの物量がないからね。よし、これ巻き込めんな。クロマ同士の先に倒そう、これ。横でしょ、横取れれば 100% でしょ。780とか、両手持ち強すぎんな。で、下のやつがうろついてる間に、まあ、上のやつらを始末しておきましょう。やっぱり絶対1人強いナイトがいるよね。で、こいつは攻撃できないはず。頭貫いてんじゃん、あの前のナイトのさ。見た感じ。近づいてきてんだけど、後ろ取れる ?9 と11は無理だな。これ後ろ取れないわ。もういいや、指使い1体倒そう。横だったら100。でこっち向けばどうだ。後ろは取られないか。ナイトって基本移動3しかないからね。靴とか装備しない限りは。機動力はやっぱり少ないよな。あ、これだったらさ、出たブリザードの追加。後ろ取りたい。こいつマジで厄介。今回復役の弓兵1人倒してあるからね。完全に弓兵回復役としか見てない。チャージ4、130、まあ、プラスの20か。全然全然。後ろ、よし取れる。これでこいつ倒したな。よし520で、こっち向いとけば後ろを取られることはないし、この弓兵はじゃあ取っとこう。156か。結構みんな火力高えな今回。なるべく後ろ取りたいけど、これは無理だな。こいつの後ろ取れるかどうか。チャージ1でもまあプラス50でしょこれで。よし、こいつの後ろは取れるね。やっぱり後ろを取って、げ 90% だ。なんでひでマント装備してんのもしかして。いや、ここ水門を開けるってよりもうみんな殲滅するよ。あいつそもそも今スイッチのところに行ったっぽいし。宝箱、割と事故死する危険性があるからね今のところ。これをどうするかだな。こいつがゼロなんだよね。クリスタル化しちゃうと回復される恐れがあるから 56%。 よし当たった。でもうこいつらは動けないはず。でクリスタルになったか。出た。このブリザードがさ、いくつ食らうのかって読めないからね。49。クリスタル奪えんのこの距離から。あ、無理だな。3マスしか動けないからこいつだって。で 10.5の7、これは後ろ向いてるってことは攻撃できないってことだね。横から行こう。 51% いけ。あー、ガードされたか。完全にもう一か八かだからな。
いやー死ぬぞこれ。あぶね、あぶねえけど150。次ブリザードの追加効果食らったら死ぬから、あのクリスタル回収されたか。ちょっと待って、220ガッツは何にもない。いやここでなんかヒットポイントが吸収できるあれが欲しかったね。でも下のやつはこれ攻撃できないでしょ。後ろ狙って82%、マジで回復してくれ頼む。いやもうクリスタルとかあげるよ先に。いやー弓兵来なかったか。出た、 なんでこんなに追加の可能性高いの。いや生きてる生きてる、危ねえ危ねえ危ねえ、マジで危ない。で弓、これクリスタル奪われてもいいよ。100でプラス50でしょ。あのさナイト強すぎでしょ。203どうすっかな。ここに行けば絶対あのナイト攻撃できないから、横で倒してんだよな。54%、なんだこれマジでなんだこれ。169オートポーション、ただマイナスだよこれ。これ絶対忍者だったら無理だったね。もう一匹の弓兵残しておいた方が良かったかな。90よし、これはだいぶプラスになった。あいつはもう来れないでしょ。さてさてさて、やっぱり確実に狙った方がいいのかな。ウェポンバッシュで300ストップ、こう微妙に足りないからね倒すのに。止まれ、止まった。よしよしよし、これだいぶ盛り返した。こいつどう来る。ほんと何なのこのブリザード効果意味不明すぎるんだけど。250はヒットポイント残ってないと追加効果が発動した時に死ぬね。230か、すげえギリギリだな。これさすがにさ大丈夫でしょ、ストップされてから。うんそうだね、倒そう。でこうだな、早い。よし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 、クリスタル回収しようこれ。でこれも回復からのどうする、一撃必中。よーし倒した、もうここまで来れば安心だ。あぶねえ、いやきつかった、本当にきつかった。さすが難攻不落のベスラ要塞だよ。あとはお前、でもだいぶ役に立ったよこの弓兵も、だいぶ回復させてもらったからね。最後は人思いに殺してやる。あれスイッチとかどうなってんのこれ。これを引っ張れば終わりだ。壊れてんだけど扉大丈夫これ作り的に。
父上。父上ご無事でしたか。私なら大丈夫、この通り無事だ。君がラムザだな、大きくなったな、一目で分かったよ。私をご存知なのですか。もちろんだとも、覚えていないのも無理はない。会ったのは、そう、君がまだ 3,4 歳ぐらいだったかな。私の剣を持とうとして危うく怪我をしそうになったんだ。バルバネスに叱られてワンワン泣いていたっけ。はっはっは。よく来てくれた、感謝する。二人とも面を上げてくれ。両軍ともにわずかな犠牲を出しただけで戦闘は終結いたしました。それも皆ラムザの機転のおかげです。全面衝突を避けることができたのです。そうか、バルバネスは良い息子を持ったな。皆を代表して礼を寄せてもらおう。ありがとうラムザ。そんな当たり前のことをしただけです。バルバネスの精神を継いだと見える。あいつもあの世で喜んでいよう。僭越ながら申し上げます、ゴルターナ公は将軍閣下を明朝に処刑するつもりです。どうか一刻も早くお逃げください。父上、バルマウフラ殿の言われる通りです。こいつはよく名前言えるような。ここはひとまず分かっておる。ゴルターナ公が、ああでは私はここにいられない。我が息子オーランよ、この戦いはもうすぐ終わる。私は彼についていこうと思う。教皇の謀略を何としてでも阻止せねばならない。父上、私も一緒に。ならん、お前はゼルテニアへ戻り、オベリア様をお守りするのだ。オベリア様こそこのイバリースの王位を継がれる正当の後継者。オベリア様をお守りすることがお前の役目なんだ。いいな。承知いたしました。よいかなラムザ。もちろんです。いらないけどね。とりあえずエクスカリバーだけよこせ。では他の者に見つかる前にこの要塞を出るとしよう。エクスカリバー、クリスタルの盾、クリスタルヘルム、クリスタルメール。いやーいいねー。一応一回仲間にする。これで相当楽になるはず。なんということだ、一体誰が水門を開けたんだ。閣下、お呼びでございますか。うん、至急兵を集め北天騎士団を攻めるのだ。水門から放たれた水によって戦いはおるか移動すらままなりません。それはお互い様だ。だからこそ勝機がある。攻めてこないと考えている今がチャンスなんだ。今を逃したらまたもや決着が伸びることになる。それは困る。なんだと。貴様、誰もあんたが王になることなんざ望んじゃいないんだよ。入ってこい。分かっているな、お前の死は決して無駄にはしない。シドに化けたグレバドス教信者、はい、全ては聖アジュラのお導きのままに。いい覚悟だ。本物のシドはラムザと一緒に場外へ逃れたわ。よし、あとはラムザがうまくやってくれることを祈ろう。指導者を失った両陣営に対し、教皇ヒューネラルは調停を提案したが、両軍は未だに十分な戦力を保持していたため、その提案を断った。僕はアルマの行方を追ってダンベリーを目指した。え、あんなに奥になんの？え、めちゃくちゃ奥じゃん。ダンベリー城。まあじゃあちょっと別の要塞は何もないね。で、シド。シドも自分のレベルとほぼ一緒なのか。レベル61。牽制。
見とく全剣技。いや全部持ってるからね、聖剣技とあの破壊するやつ、なんか名前忘れちゃったけど、あと闇の剣と暗の剣みたいなやつ。いやマジで強いけどさ、マジで強いんだけど、ちょっとまずは装備を全部はひっぺ返す。でいらない、さよならオルランド。お前はもう十分戦ったよ。なんとこの雷神指導の力、君は必要ないというのか。ゆっくり休んでくれたまえ雷神指導よ。さらばだ、君の意志は俺が継ごう。アイスブランドからエクスカリバーにプラス21とかすげえ強いなこのエクスカリバーがね、永久ヘイスト、いやーマジいいわ。このためにこのために暗黒騎士ここまで鍛えたからね。でアビリティどうしよっか、ヒットポイント回復いざとなった時にやっぱ必要だけど、待って、イービルデッド覚えられんな。先にイービルデッド覚えよう。10になっちゃった、まあいいや。よし、これでだいぶ強くなったはずなので、いやベスラ要塞ガチできつかったけど、まあなんとかねエクスカリバーも、手に入れることができたので、じゃあ次回はこのランベリー城の方ですね、向かっていきたいと思います。ちょっと長くなりましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。